はい、ということで、はい、真央さん、はい、今日は何の日か分かりますか？今日は12月24日ですね。わあ、楽しみです。正解するやん。俺がやろうとしてたくだり先にやるやん。欲しがってんなとは思ったよ。いや、そうなんですよ。あのなんかクリスマス限定コンテンツみたいなのが来てまして、はい、まあ、もう2019年なんですけど、開けてる開けてる。なんならだってさ、あのサマーアップデートもちょっと遅かったもんね。そうね、ちょっと肌寒くなってくる。そう、小寒くなってからやったからね。ケビンのクリスマスクラッカーアップデートにようこそ。やったー。お祝いシーズンが近づく中、鬼王国の市民たちもクリスマスのごちそうを楽しみにしています。おー、だそうです。あのこれ僕さっきちょろっと確認したんですけど、うん、始まったら一切ムービーとかなく、いきなりマップに放り出されるんですよ。なんか入れてや。そう、なんだ、うん、あ、まあそう、適当に選んでもらって、はい。もう操作怪しいわ。始まったら急にここからやね。ほんとだ、久々だからさ、雪国。で、マップ自体は大して広くないですよ、うん、ほら。あ、ほんとだ、こんだけ。ごめんで終わり。ごめんぐらいしかないね。いや、でもちょっと久しぶりやから、とりあえず星3つを取れよ、取れよ。ねえ、がん、取れよ。取れよ、取れてくれよ。日本語までが危うい。え、ココア、はぁ、あ。これ、うん、何してんの？牛乳とチョカカオか。牛乳とカカオを、あ、チョコレートか。生クリーム。右下生クリームだ。あれ、カカオか。松ぼっくりかと思ったわ。チョコレートって書いてあったわ。チョコレートと。お、二人の方だ。チョコレート。生クリーム。チョコレート。生クリームを迷って。え、チョコレートと、チョコレートと牛乳を鍋に煮んやろ。あ、切らなあかんのか。煮るのか。切らなあかんのか。そう、切らなきゃいけないから。これ投げればよくない。あ、そっか。これあれなんだ。生クリーム。生クリームパンだ。これ、氷が邪魔で投げられへんのか。そう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 、めんどくせえ。そう、なぜか当たったな。パンダちゃんチョコを切って返してほしいんだ。チョコ切んなきゃいけないのか。そしてついでに牛乳も流してほしいんだ。あ、牛乳か。そうそう。あ、ちなみに今回僕はあのなんかヤバい病気持ってそうな鳥です。なんちゅうこと言うんだ。持ってないか。鳥が厨房ってあかんやろ。いやいやいや、鳥だけはあかんやろ。全部ダメだって。全部ダメ。まあ、ワニは食、なんなら全員食用になる。あ、パンダ食えないか。でした。これをこのピンク何？こうして、それマシュマロでしょ。マシュマロ、マシュマロ、あ、マシュマロも切らんとあかんのか。マシュマロ切ることないでしょ。でもシンプルじゃない？とりあえず切って煮てを繰り返すだけでしょ。そうだね。ちょっと牛乳を少し流していただきたいです。はい。なんか流していただきたいっていうと、あの、いけないものをもらってるみたいな。牛乳何リットルを。流通ね。流通として。あ、マシュマロも来た。マシュマロ来たから、提出右やな。この刻んだマシュマロをこれで出せるはず。で、こっちマリオさん2個目はあれ、あの、うん、生クリームをぶっかけて。やった。ピピって。ああ、これを、そんなのあんのか。出して、これをミルクを入れて。生クリームってどこに？あ、それ生クリームだ。そう、生クリームそっちあげようか。あ、そうね、こっちでやろうか。マリオさん忙しいし。確かに。で、汚れたやつを洗うのもこっちか。うわ、生クリームきた。久々だな。このさ、さすがにこれ汚れたカップ重ねらんない気がするんだけど、この取っ手ついてるし、いけんのかな。チョコレートを供給してくれ。チョコレート1個投げちゃった。よし、これコップ思ったより汚ねえな。そうなんだよね。やべ、ミルクが煮立ってしまった。ホットミルクができてしまった。まあいいか。し、ホットミルクはホットミルクで提出。あ、ちょっと待って、床を見たら俺右上の、ま、うん、あれ全く見てなかったけど、全然関係ないトッピングのやついっぱい。これいらねえ、これいらねえ。注文されてないか。すげえ遠いぞ、これ。ちょっと待って、全部入りの注文ほぼなくない？これない、これない。めっちゃいいやつできてる。やばい。アイスでもチョコが。これはガバガバですね、割と。よし。ということで、リセット。はい、ということでやっていきましょう。クリスマスですね。じゃあとりあえず、あの、ここ、ね、生クリームを先に渡していただいて。はい。そうっすね。じゃあとりあえずチョコいっぱい渡そうか。そうね、チョコと、そっちは生クリームと牛乳と、
あとチョコは刻んで渡していただけると。あとマシュマロも投げるとこからマシュマロも切って、もうシンデレラのごとく働いてもらうことになる。馬車馬パンダ。ちょっと馬車パンさん。これじゃ生クリーム5社するとやばいんだ。シンデレラ頑張りなさい。チョコレートが処理できないまま戻ってきた。ちょっと このまま流しとくからね。入れて、これホットミルクだ。ホットミルクだ。これはもうだからこれだけで提出できるってことだな。押して、ね、マッシュさんはいいか、まだこれ出せます。もうチョコを煮立たせる。チョコとミルク、そうね、チョコミルクは基本的に全部いるね。それ提出できます。おっす、働きなさい。押して、こうして、こうして、こうして、これも提出できるな。こっち2人もいらねえだろ。うん、すごい、あの向こうの物量えぐい。提出まで君かいってくらいの。ちょっと待って、これなんで生クリームだけ入ってんの。順序おかしくならないか。え、生クリームだけ。器に生クリームだけ入ってた。ちょっとフル盛り、フル盛りになってる。あ、なんだ、もう訳が分からん。あ、もうリセットしてえな。あはは、嫌になっちゃってんの、やめろ。ちょっと待って、でこかけたらマシュマロを流す必要ないな。必要な時だけ。あ、そう。そうか、そんな。あ、そうか、もう僕もあれだな。注文見てやった方がいいな。そうね。うん、ちょっとじゃあ俺も必要水準投げるのやめるわ。あ、次全部入りだ。これ汚れたやつか。ミルチョコ。じゃあ俺洗おうか。俺の手持ちぶさた感えぐい。確かに。マニ何してんだろう。俺が全部やってると思ってるわ。これ働くなーって、あの一番嫌なタイプの先輩やってる。こいつ働くねー。俺ベルトコンベヤーの一番近いところで常に待機してるから。うん、仕事をすごく頑張ってるなって思ってる。より仕事はなかった。はい、ちょっと待って、これマシュマロからの、あ、全部入り作れるな。作った。あ、マシュマロくん、それ全部入りのやつ出せます。次これ、あ、これだけで出せるな。それだ。あれ、ちょっと待って、なんで生クリームが入ってるのこれ。え、マニさん入れました。ね、僕こっちに生クリームないです。あれ、マモさん入れましたこれ。でも俺でも生クリームノータッチだよ。え、もしかして雪が積もると。いや、っていうかね、多分ね、これは生クリーム範囲が広くて、うん、横にあった器に一瞬入ってしまった。1秒でも触れたらもう、判定シビアだね、終わりよ。なるほどね。モモさんが得てないんだったら、じゃあさっき俺が打ったやつが誤射してあるわ。誤射で入ってますよね。これで。よいしょよいしょ。あ、牛乳いっちゃった。あはは。はあ、俺が仕事ができないばかりに。あわ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 。あ、それ出せる出せる。あの、これ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 、このあだい、あの多分中身ちょっと冷えたやつ。手伸びたくない。ちょうどいい。マシュマロ溶かすのってうまいのかね。あ、美味しいよ。へえ、美味しいけどめちゃくちゃ甘い。マシュマロあんま好きじゃないかな。なるほどね。とろとろになりそう。めちゃくちゃ甘いから、甘いの好きな人になるって感じ。あ、甘いの好きだから。もう間に合いませんね。確かに。はい、いるかこんなもん。ミルク、あー、マシュマロがびしょびしょに。あはははは。あー、足りてねーか。うわー、あと8点。うわー、なんだこいつ。めっちゃ欲しい。なんだこいつ、はしゃいでるやつ来た。めっちゃはしゃいでる。ウキウキやん。シャンシャンなるんだろうな、これな。首んとこな。参ります。お願いします。よいしょよいしょ。だからマシュマロももういくつか流しとけばいいのよ。そうだね、うん、向こう側だってスペース余るから、うん、そっか、あるある。そうそうそう、じゃあマシュマロそっちで交換してもらって。あー、でもチョコ優先してほしいかな。ちょっと待って、マシュマロは別に流れまくってても問題ないから。あ、そうかそうか、確かに。頑張れチョコ。で、こうこう。これなんで鍋だけ置いたの？あ、いや、あの、チョコ入ってないのか。燃えてしまうので。燃えてしまうので。そういうことか。そうなんです。びっくりした。頭おかしくなったかと思った。コップの横にドボンって鍋置いて。このまま飲めばよくね。あの、できた飲み物は。もうさん、これを流してください。ああ、そうかそうか。話聞いてねえな、こいつ。今、理解した。ごめん。そうか、その状態でも向こうに流しゃいいのか、向こうでクローズするのか、理解した。
っと流すのやってくれって話だったのに全部並んでたからめっちゃびっくりしたわ今あれ壮観だなって思いながら飲みに来いよ厨房にはあるよって。あ、ちょっと1個がちょっと足りないかな。うん、ちょっともう1個分流しとくか。うん、もうママさん自分でやるって言った仕事一つもやってないんですけど完全にやるって言った仕事外のことを全部やってるんですけどどっちザムロそうできたら出す。理解した。できてんの発見したら出す。で調理も僕がやるので、あ、はい、あの皿洗いと出すのを任して。理解したわ。さっきの仕事外のことをやっていて俺があれじゃあこれやるしかないってなって 俺が洗いも始めたからついに職場で一番嫌なタイプだろうね。いてほしくないタイプの。これ重ねられるの。いけるでそれができれば、完成してんのがいっぱいあるので、チョコレートを流してくれ。チョコレートとマシュマロ流してくれ。ほいほい、あ、やろうか。あ、取れねえ、なんで。こんなもんか。取れねえ。マリオさんが頑張ってる。そう、本来向こうが忙しくなかったらおかしいからね。ああね。まな板2つあるところのやつ仕事を1人でやってるから。そうだよな。あれなあ、あの人。トリくん、こんにちは。次の休み何する？痛い。トリくん、次の休み何するの？ね、あ、いい匂いするね。トリくん、すごいいい匂いする。全無視される。すがすがしいぐらいの無視をされた。ワニって SNS に書いてあるから。ワニって。受ける。皿洗い中。意図してないけど正しいものを言ってしまう。すごい。洗ったそばから。マシュマロがね。マシュマロそんな足りひんなんのか。結構流してるつもりやけど、意外とね、順番通りに入れようかなと思って。あ、でもいけそうだね。いいね。これが口ついて考えたら、うん、ホットチョコレートミルクにマシュマロ飾って、うん、で生クリームかけたやつでしょ。どう考えてもうまいやろ、うん、うまいね。うまいよね。何言うのかと思った。とんでもないこと言うんじゃないかと。いや、うまいよ。美味しいぞ、うん、スタバとかでやりそう。欲しい。クリスマスシーズンで出るだろうな。意外とスタバでさ、こんなこの時期フローズンとか出す。ね、なぜこの寒い時期にみたいな。ミルク欲しいんだと思ったけど、まあ時間的に無理か。無理だね。あー、そっか、ミルク流しやがったんだ。鳥ちゃんクリスマス何してんの？ね、ついちゃん、ねえねえ、何してんの。こっちは孤独だぞ。食卓。食卓。ワニがショックしてる鳥を。鳥にクリスマスの予定聞くのやばいやろ、だって。やばいよ。一年で一番忙しい。一番いなくなる時期だ。そらくじ数も減るわ。しかも聞かれてもワニだしね。そりゃ怖いわ。あ、1300点やばくないっていうことは、まあでも稼ぎやすいことじゃない、さすがに。クリスマスデザート、ケーキだ、ケーキ。小麦と卵と刻んだドライフルーツとオレンジはもう刻むと切るのか。でそれを焼いて、なんで2種類に派生したんだろう。あ、これしかも真ん中多分なくなるタイプ。おそらく何で焼くかによって違うんじゃないの。あれ、僕もういない。あれ死んでる。あ、俺死んでる。何してるちょ、ドライフルーツ、ドライフルーツ、ドライフルーツ。これドライフルーツ。それドライフルーツ。切る必要がある。切るのこれ。あ、ドライフルーツも切るんだ。うん、切るって書いてあった。ドライフルーツはドライフルーツなんだ。これやべえ。あー、落ちた。え、ちょっと両方ドライフルーツいるな。左上何になってる。それドライフルーツいるわ。これやべえ、心が折れる。で左上のさ、やつとか見えなくない？何が入ってるか。これちょっと待って、いくつ卵入れんのこれ。これ何？卵入れすぎこれ。あ、いけ。あー、ダブル卵。ダブ玉。
これは卵がない卵がない、多分ここに入れようとした卵を、ね、多分そこにいる、あここに入れようとした卵を間違って左に入れたんだな理解したぞこれやばいよ、ウルカ、あ落ちた、あごめん殺したこうだなこうして、いやでも落ち着いたらやることはめっちゃシンプル、やめろ、そうかできたやつを皿持ってって、これ皿ここに置いとく、ああ間に合った、お兄くんが、ああ皿を、ああ同じ鉄を踏むなあいつは、よくよく見たら真ん中に凍って死んでる人いない、怖っ本当だあれ客か、あ怖え、皿はどこ、ああ刻んだドライブルーツ死んでる俺が思いを継ごう、よしこれちょっと一回落ち着こうかこの弾はいるんだな、必ずボールを戻す必要がある、細いとこ通るときにダッシュするときは一声かけようああすごい会社っぽいしかも小麦粉と卵は左側に集まってるから、そうね、入れやすいから、意外とこのドライフルーツも必須科目、必修地味に走り、あごめん、ここすごいわ、すごい気軽に人を殺すことがいるボールを戻さなきゃいけないのがめんどくさいよ、ね、あと皿も洗わんといかんのよ、結構忙しい、ドラフル確定なんだな、赤フル確定だ、ドラフル確定やばいよね、ドラフル確定か、じゃあ3、あドラフル 100% 確定、ちょっと待って、これしばらくオレンジいらないか、オレンジしばらくいらないね、いやいる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 、ドラフル投げる、これもしかして投げたらうまくいかない、あ投げる、あり、あちょっと待ってごめんなさい、届かねえわ、届かぬ思い、 DJDJ しまった、めっちゃドライじゃんしまった、ごめんなさい捨てるしかねえ、あーつらい、あ俺もごめんなさい、僕もドラフル2つを作りました、今これつらい捨てろただすいませんこれちょっと、あでも制限時間長くない、なんか長いね、これで1万3000さ打ち切りになってしまった、そういうことです、そういうことです、大体分かりました、めっちゃ難しい、これ早めに、あ、コム玉、こっちはドライフルーツをずっと切る、コム玉も誰かに固定した方がいいか、もしや、いやーそうでもない、そうでもないし、なんだったら前も言ったけど、何かを混ぜて、それがマックスいった後追加したら時間かかるから、そっから先混ぜ直すのに、そうかそうか、だからベストなのは混ぜてる最中に、あの混ぜ切るまでに全部の、うん、材料が入ること、だから小麦粉と卵をまずぶち込むっていうのが作戦として微妙なのよ、実は。ああなるほど、そうか、そう無駄に時間だけかかんのよ、賢い、安全運転必要な時に入れるっていうのが多分一番、もうオレンジ入れた方がいいんじゃないかな、ちょっとドライフルーツが床に置いてあるんですけど、オレンジ投げるよ、オレンジ、あー雪でふやけるちょっと、ああおちょっとオレンジ左に入れるわ、うん、ああごめんなさい、あそれなんか切った後こっち側に投げてくれればこっち側で処理する、確かに、どこまで届くで俺混ぜたやつ焼きに行くから、この辺から、オッケー、これボールの管理するわ、混ぜて焼いて、どこへ投げている、オッケー、ちょっと皿を、皿だね、皿ね、あ洗った後オーブンの横のスペースに2枚置いとくと楽、オッケー、いけるかな、2個目出します、ボールを戻すのがすごく、誰か皿洗いを担当してくれると、皿洗い俺やる、2枚来るまでちょっと待ちます、僕はもうキャパオーバーしました、早っ、嘘だろそんなに担当ないぞ今じゃあ料理トワポに任せよう、そうね、混ぜるのと焼くのやるわ、うん、ドライフルーツ自分で言っといて笑ってしまったけど、負荷重て
皿抱え落ちしてしまったんだが、あの皿は確認するか。ナイス。あれ、あ、混ざってないこれ。あ、そういうこと。あ、皿をこいつ皿を皿ちょっとテンパってしまった。皿を湖に投げ入れやがったやつがいる。リリース。スパンってフリスビーではないのですよ。あ、それ焼いたか。それオレンジ入れたかってんな。あ、そうか、失礼。あ、オレンジに入れるか。ちょっとオレンジ欲しいっす。マリスさんいける。じゃあ皿入れしてます。マリさん出せる。皿。あ、よし。ああ、あれ、え、殺した俺。大丈夫、あのなんかじゃやや完成で死んだ。すごい、ルールが徹底されてる。感動した今。あ、マリオさん、そう、ボール戻すの俺やるよ。ああ、どうも。多分あの今もうドライフルーツもフロンジも全然ないから。んー、捨てた。ゴミ箱にドライフルーツが。ごはドライフルーツとオレンジ死ぬほど欲しいっす。それちょっとスキル担当の人が欲しい。もドライフルーツも足りない。もうマリオさんもひたすら切ってた方がいいんじゃないかな。これ多分切っても切っても足りんよ。ケトラフやるわ。切っても、あー死ぬなー。で、オッケー、もうしばらく大丈夫だから魔王はとりあえず。あれ、あれ、床に落ちたドライフルーツの見た目がやべえ。ゲロやわ。これもうあのゲロ行っちゃったし。気使ってたら。ダメだよ絶対行っちゃう。あ、いや、パンダが気持ちよく死んでいったな。そして皿を持って。あれ、それオーブンの横のやつ焼けてない？もしかして。焼けてる焼けてる。焼けてんのかそれ。ドラフルキーか。皿持ってくるか。次オレンジかな。オレンジ入りの。オレンジサンキュー。皿を洗う。ドライフルーツ、ありがとうございます。うまくいってる感じがする。で、次これ持っていく。ついでにあのボール持って帰ってきて。あ、ありがとう。ドライフルーツ。ドライフルーツ。痛かった。え、これ床に落ちてるこのゴミ何？あ、これ切られてない、切られてない、このドライフルーツ。あ、ごめん。だからゴミしか見えなかった。あ、そうか。ゴミとゲボって。切られてないドライフルーツ、ゴミにしか見えない。ひどいよ。ドライフルーツの立場がないよ。ここにボールがあるのか、そうか。確かに、でも俺どっちかというとゲボ形態の方がより汚いと思う。ああ、ワニ死にすぎ。あはははは。俺に死んではいけない時に死んでしまった。地獄みてえな図を見てしまった。オレンジの感性で殺した。すごい、もう柑橘の香りに包まれながら死んだわ。出汁とか出そう。よしよし。どうでしょう、オレンジしばらくいらないからドライフルーツがあと一つ、うん、いいね、分業化がすごくうまくいってる気がする。本当にゲボだなこれ。それ焼けるかな、間に合うかな、それが最後やな。そうだね、これだな。3、12、11、19。敵がいる。すごい敵がいる。めちゃくちゃこあれすげえ行ってない得点。あ、本当だ、行った行った、勝ったなこれ。あ、俺も入りたかった。俺も入りたかった。死ぬと思うけど。冬の海やけど。あ、すごい、めちゃくちゃいった。なんか調子よかったね。確かに、まあ結局分業化できるかどうかやよな。うん、楽しかった今。あー面白い。うん、効率化する方法に気づけたらめっちゃ楽しいからな俺。ね。